皆さんこんこにちは浜のです本日ご紹介させていただきますのはこちらの方レスザンヒューマンのゴーグルスタイルの新作59224 靴伏というアイテムを本日はご紹介したいと思います、えー、なかなか魅力的なゴーグルスタイルのアイテムに仕上がっております、えー、テンプルはアンダーテンプルといってリムの下から上に駆け上がっていくかのような、えー、デザインに仕上がっているというアイテムなんですけれどもやや太めに仕上げてあるテンプルに彫刻のような溝が施され黒の塗装が流し込んであるというアイテムなんですけれどもどこかシルバーアクセサリーのようにも感じさせそして、えー サイバーな雰囲気も感じさせるという仕上がりになっている、えー、なかなか魅力的なゴーグルスタイルのアイテムです、えー。実際にかけたところもご覧いただきたいと思います。こちらの方迫力のあるゴーグルスタイルのアイテムなんですけれども、かけてみますと、このように非常に魅力的なアイテムに仕上がっております。特にこの下から上に駆け上がっていくかのようなアンダーテンプル、えー、魅力的な デザインに仕上がっております、えー、このデザインテイストを2015年に発売開始になった、えー、月光というアイテムを継承しながら、えー、10年ほど前にあった、えー、バックアールという懐かしのアイテムをどこか感じさせる魅力的なスタイルになっております、えー、他からもご覧いいいたただきたいと思います。 こちらの方は同様に黒とシルバーの組み合わせなんですけれども、ブリッジ部分とリムが黒に仕上がっているという 195S というカラーになっております。えー、先ほどのゴーグル感はですね、やや抑えられ、えー、普段使いも使っていただきやすいようなカラーに仕上がっているのも特徴です。なかなかこの雰囲気かっこいいカラーですね。先ほどのシルバーとの組み合わせのアイテムとこちらの方の2色は非常に人気の高いアイテムになってきそうです。えー、そして えー、他カラーなんですけどもレッドもございます。クリア系の、えー、組み合わせですね。レッドなんですけどもかけてみますとこのように。えー 肌のアイテムもよく使い勝手の良い,いアイテムになってくるんじゃないでしょうか。存在感そこまで主張しすぎずに、それでいて迫力を感じさせるようなものをお探しの方にとても魅力的に感じていただけるカラーになるかと思います。こちらの方のレッドもおすすめカラーです。そしてブルーもございます。表面パープル系の生地が貼り合わせているというカラーなんですけれども、少し印象的なアイテムをお探しの方、えー、他の方とは被らないアイテムお探しの方に非常に魅力的に感じていただけるんじゃないでしょうか。 とか印象的なカラーではあるんですけれども、かけてみると意外と使い勝手のいいオイルに仕上がっているかと思います。こういうブルー系のフレームお好きな方にたまらないアイテムになってきそうです。そして今回限定カラーで。 クリア系のプラと、えー、ゴールドの組み合わせ、そしてシルバーの組み合わせという限定カラーもご用意されております。まずはゴールドからなんですけれども、肌なじみの良い,いお色、それで、えー、このクリア感も相まってゴージャスな雰囲気、品のいい雰囲気も醸し出せる、 アイテムになっておりますカラーレンズとの組み合わせでまた印象を変えていけるというアイテムになるかと思いますのでこういったゴールド系のアイテムちょっと変わったものをお探しの方に非常に魅力的に感じていただけるんじゃないでしょうかそして清量感も感じさせるシルバーとクリアの組み合わせです普通のフルリムタイプのシルバーのようなアイテムでいながらこの透明感のあるクリアちょっとキラキラ光るような雰囲気になっておりますのでこのテイストもですね好きな方にはたまらないカラー になってくるかと思いますカラーレンズとの組み合わせで仕上げていただいてもまた印象を変えられるカスタマイズしがいのあるフレームになってるんじゃないでしょうかこちらの方の限定カラーも魅力的な仕上がりになってるかと思います本日ご紹介させていただきましたのはゴーグルスタイルの新作59224極潰しというアイテムです、えー、どうぞよろしくお願いいたします本日は以上です